ジ。皆さんこんばんは。9時ニュースのお時間がやってきました。司会の遠藤ジョージです。甘いものに目がない中井誠吾です。この番組は9時の良さを皆様に感じていただきたい番組です。皆様最後までお付き合いください。ではこちらのコーナーから。6月12日に全国闘牛サミットが9時で開催されます。そこで闘牛のルールについてある疑問が浮かび上がりました。では早速ご覧ください。皆さん闘牛をご存知であろうか。闘牛とは牛と牛が戦う競技であり、牛相撲、牛突き、牛の角突きなどと呼ばれている。現在は全国で8カ所で開催されており、久慈市もその一つである。我々は闘牛に疑問を抱いた。そこで地元の住民に聞き込み調査をしてみた。久慈で闘牛が行われているのをご存知ですか？久慈市です。あ、知らなかったです。こんにちは。はい、皆さんに質問です。久慈市の闘牛は勝ち負けを決めませんけども、どうして勝ち負けを決めないか知ってますか？知らないです。この東北の人たちが大和だから、いつか勝つんじゃないですか。我々はこの真相を知るため平庭高原闘牛場に向かった。本当に勝敗はつかないのだろうか。しかし事件は突然起きた。このように、瀬古の判断でですね、今日も引き分けをさせていただきます。岩手平庭高原闘牛会の柿木さんにお話を聞いてみた。久慈の闘牛は、決着をつけないと聞いていますが、どうして決着をつけないんでしょうか？どの牛も自分が一番強いんだと思わせて育てたいので、ここで育っている牛は若牛ですので、全国で活躍できるように、まだ勝負はつけずにどんどん自信をつけさせて練習させているところといった感じで、勝負は引き分けにして練習っていう形でやっています。ジジジジ。6月12日日曜日、第19回全国闘牛サミット in 久慈大会、皆さんぜひ見に来てください。以上、平庭高原闘牛場からお伝えしました。そういった理由があったんですね。中井さん、もう行くしかない。中井さん、もう行くしかないぜ。続いてはこちらです。今日はこちら、今日のモグランピア。レイミユキです。17歳です。今日紹介する生物はババガレイ。外見が薄汚れていて皮がブヨブヨしているところが、年老いた太った老婆に見えるためババガレイという名前になったらしい。水深50メートルから450メートルのサデイ底に生息している。口は小さく、歯は目のない側にのみ発達している。体の表面には粘液が多くあり、ヌルヌルしているのが特徴だ。キモかわいい感じだね。バイバーイ。以上、今日のモグランピアでした。そろそろ終わりの時間を迎えましたが、中井さん、印象に残ったことはありますか？そうですね、もう難しいですね。以上、9時ニュースでした。あ、闘牛9時。Today's paper。初めて見た闘牛は迫力満点でした。皆さんもぜひ見に来てください。よろしくお願いします。